日々思うことを語る今日の一言今日は東京文化会館でル・グランガラン・ガいう公演を拝見ししてきました、えー、これはパリ・オペラ座の、えー、ダンサーたちが中心となって、えー、商品をたくさん発表するそういう公演なんですけれども先日のパリ・オペラ座・バレエ団の、えー、同じようなガラ公演と比べて今日の公演は よりパリオペらしししいそんな気がしました多分その演目に、えー、例えば「パリ・オペラ・ザ・バレエ団」に書き下ろされた作品「ル・パルク」みたいなものがあったり、えー、ダンサーたちもやはりドロテ・ジルベールさんマチュー・ガニオさんといった、えー、エトワール最高位のダンサーたちが何人も見えてるそういうこともあって非常にそのパリ・ オペパリオペラ座のいいところがとてもあふれ出てるそんな公演に思えましたいややっぱりパリはおしゃれだなっていうのも思うと同時にやはりもう一つのバレエロシアのバレエが拝見したいなっていうのも今日もなんかとても重いうんなんとか早く、えー、拝見できる日が来ることを祈っています。 ではまた